モリアーティ教授です。今回はこのダイソンのデジタルモーター V6 の回転数を測ってみたいと思います。カタログスペックでは毎分11万回転になっていますが、どれぐらいの回転で回っているのか計測してみたいと思います。で、最初に考えたのがこの非接触の回転数計、これで測れないかと思ったんですよ。そしたらこのファンっていうのはもう中についてて、非接触のセンサーを貼るところがないんですよ。もしこのプロペラのところにセンサーを貼れたとしても、毎分11万回転だとかなりの高回転なんで、バランスが崩れてうまく回らないと思うんですよ。その次に考えたのがこの富士フィルムのデジタルカメラ、このクラシックなタイプの XF1 なんですけど、これのハイスピード動画機能でこのファンのところ、プロペラのところを撮影して回転数を見てみようかと思ったんですけど、このカメラで設定できるハイスピードカメラは 200fps なんで、1秒間に200コマということになります。こっちのダイソンの方は1分間に11万回転なんで、1秒間には1833回転っていうことになります。そうすると1秒間に200コマだと1833コマは撮れないんで、これだとちょっとハイスピードカメラが役不足のような気がします。で、最後に思いついたのが、ダイソンデジタルモーターって言ってもブラシレスモーターだと思うんですよ。ここにコイルが見えると思うんですけど、こっちに2つ、こっちに2つ、左右に4つのコイルがあるみたいなんです。で、その端子っていうのがこの4つの端子になってます。この端子を使ってオシロスコープを接続して波形を見たら回転数がわかるのではないかと思って試してみたいと思います。この2つのコイルはここの端子に接続されてて、この2つのコイルはここに接続されてると思うんですよ。なんで制御されてる端子っていうのは4つだけだと思うんです。どことどこにまあプローブをつなぐかっていうのはあると思うんですけど、このマイナス、この電池から来てるマイナスのところにつなぐのがいいんか、プローブの接続方法についてはいろいろ試してみないとちょっとわからないですね。専門家でもないんで。で、まずここに線をつけて、それにプローブをつなぎたいと思います。マイナスドライバー3つ使ったら来ましたね。ここの爪が外れたんで、お、来た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 、来ました。よー、取れた。おー、来た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 、取れました。バッテリーは互換バッテリーではなくて、ダイソンの純正品をフル充電してます。互換バッテリーといえば、ちょっと前にダイソンの互換バッテリーの評価をお願いされたんですけど、まあその時ダイソン持ってなかったんで、持ってないですよっていうのと、ベミコさんといえばオレンジですよねっていうコメントを返したんですけど、その後何の反応もないんですよ。まあ弱小チャンネルなんで相手にはされてないっていうのはあると思うんですけど、ここはやっぱり兄貴買ったら連絡してくれよとか、おっさんダイソンも持ってねえのかよって言った、なんかコメントが欲しいですよね。まあそんなこと言ったら、まあ何のレビュー依頼もなくなるとは思うんですけど、まあそこが弱小チャンネルなんで、まあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ互換バッテリーの話はそういったところで、まあそれではちょっと計測していきたいと思います。まずこっちの2つにとりあえずつないでみます。どういう波形が出るかわからんの。一応これで2つつないでます、こっち側に。それでは最大スピードで回してみます。
カーソル機能を使って周波数を計測したところ 2.785kHz になりました。 2785Hz になります。でこれは1秒間になので60倍すると167,100になります。ということは1つの周期で1回転してるとすれば167,100回転ということになります。ただこのダイソンデジタルモーター V6 の構造とかわからないんで、もしかしたらこう1つの周期で 0.5 回転っていうことも考えられると思います。まあその辺はちょっとダイソンさんに聞かんとわからんので、一概になんとも言えないんですけど、まあ素人ができる限界はモーターの波形を見てみたというところまでになります。でこれを弱で回してみます。弱で回すとちょっと波形のパルスが変わってくるんですけど、まあ、カーソルで測ると 1.984kHz になります。これも単純にまたもう一回計算すると 1984Hz になります。でこれは1秒間になるので60倍すると 119,040 になります。まあ、1つの周期で1回転したとすると119,000回転で回ってるっていうことになります。まあ、これもまた机上の空論というかそういう話なんで、まあ、実際のところはわからないです。このプローブは10倍のプローブになってるんでプラスマイナス 20V で駆動していると思われます。無負荷の波形を見てみたので、このサイクロンユニットとかフィルターとかがついてたりしたらまた変わってくるかもしれないです。今回はダイソンのデジタルモーター V6 の回転数をいろいろな方法で見てみようという動画でしたが、結局はモーターの波形を見たという動画になってしまいました。全然波形が出ん。これは？ダブったような波形だな。こう？こっちは？こっちもダブったよな。